皆様、こんばんは。ただいまご紹介をいただきましたトルタースカイツリーの福見でございます。本日は、東京スカイツリータウンに大変大勢の、お客様にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。おかげさまで東京スカイツリータウンは今週の日曜日5月の22日に開業から満4周年を迎えます。昨年は1年間で、3360万人の、皆様にこの、東京スカイツリータウンにお越しいただきました。また開業からはですね、1億5000万人を超える、日本の人口を超える大勢のお客様に、ご来場をいただいております。今や東京の観光のシンボルということで、日本国内はもちろんのこと、世界各地から大勢のお客様にお越しをいただいております。これも一重にご来場をいただいております、ご来場いただいておりますお客様、そして、地元の皆様の、ご理解と、ご支援の賜物を、深くお感謝をお伝えしたいと思います。今、この東京スカイツリータウンでは、4周年を迎えるにあたり、感謝をテーマにさまざまなイベントを開催をいたしております。本日から22日までの2日間、ベルギー日本友好150周年と東京スカイツリータウン開業4周年を記念して、東京スカイツリータウン4周年記念ブリュッセルフラワーカーペットフェスティバル
サポーテッドバイアサヒビールを開催をいたします。ベルギーの首都ブリュッセルのフラワーカーペットは世界的にも有名で、ここ東京スカイツリーの足元のスカイアリーナでは、縦横20メートルの色鮮やかなフラワーカーペットが敷き詰められ、初夏の初夏を彩るアートがお楽しみいただくことになりました。今回のフラワーカーペットはベルギーブリュッセルよりフラワーカーペットチームが来日し、独創性とリズム、色彩豊かなデザインで制作をいたしております。また制作にあたりまして、地元墨田区の高明小学校の生徒の皆さんにもご協力をいただいております。この場をお借りいたしまして、制作にご協力いただきました在日ベルギー大使館、ブリュッセルフラワーカーペット協会、そしてボランティアとしてご参加いただきました皆様に厚く御礼を申し上げます。ありがとうございました。また、先ほどご案内ございましたけれども、東京スカイツリー展望回廊の最高到達地点、451.2 メートルにございます、空からポイントにおいても、世界一高い、フラワーカーペットを、お楽しみいただきます。この機会に、世界一の眺望と、世界一のフラワーカーペットをぜひ、ご覧いただければというふうに思います。さらに、これからでございますが、夜にはベルギー国旗をイメージしました、黒、黄色、赤の3色の特別ライティングの点灯も予定をしております。これは期間限定のライティングでございますので、どうぞこの期間中にお楽しみいただければと思います。最後になりますが、これからも、皆様に愛される東京スカイツリータウンを目指して、我々スタッフと一同、頑張ってまいりますので、末長いご愛顧を申し上げまして、過去でございますが、ご挨拶をさせていただきます。本日はご来場誠にありがとうございました。どうかはスカイツリー株式会社取締役社長佐手道重則より皆様にご挨拶をさせていただきました。さあ、それではまずはここで東京スカイツリー公式キャラクターのソラカラちゃんに登場してもらいましょう。ソラカラちゃん、それでは
皆様撮影の方よろしくお願いいたします。